福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。涼しげなお色です。こちらイヤリングが2点とブレスレット1点です。ご紹介していきます。涼しげなお色のブレスレットです。白の天然石のハウライト、グリーン系のコットンパールで包んであるデザインです。ブルーのビーズはスワロフスキーです。隣のクリアのビーズはファルファーレビーズと言いますが、形が雪だるまみたいな感じです。マンテルの金具なので穴に通してセットします。素敵なデザインイヤリングです。こちらつけると耳たぶにちょこんと可愛いデザインです。アップで撮影します。角度を変えるとキラキラします。こちらスワロフスキー2種類、またスリーカットビーズやラインストーン、天然石はこの下についてるターコイズ、天然で6ミリです。マザーオブパールの4ミリも使ってあります。金具も撮影します。モチーフ部分の大きさは約 1.5×1.5 センチです。淡いお色がとても涼しげです。カットガラスを挟んだジョイントパーツ、そして天然石はレモンクレソプレーズ4ミリのラウンドカットです。淡水パールのドロップ型が下がります。